トリオオブトゥームは1979年の3月2日から3月4日に渡ってキューバのハバナで行われたハバナジャムへ出演するための目的でジョン・マクラフリン、トニー・ウィリアムス、ジャコ・パストリアスら3人により結成されたトリオ。ハバナジャム出演後にはニューヨークのスタジオでライブ版として発売されたハバナジャムとハバナジャム通用のレコーディングも行っている。 ジャコとジョン・マクラフリンとの組み合わせは、おのののレコーディングキャリア中でもこの時だけとなっているが、トニー・ウィリアムスとジャコは、ウェザーリポート時代にアルバム、ミスター・ゴーンで共演したり、ハービー・ハンコックのアルバムなどでも共演するなど、接点は多い。2007年には、スタジオ録音の未発表音源などが含まれた、アルバム、トリオン・オブ・ドゥームが発売されて、28年を経てこの、 トリオの全体像を聴くことができる音源がリリースされた。ありがとうございます。